内海俊勝ラブ&ピース同じ空の下から。 This program was brought to you by 株式会社ハマデン、登る靴店スーパー G、 ナチュラルフーズショップ新鮮、 EM 生活、 PCI ジャパン。工事を通じ建物に命を吹き込む、それが私たちの使命です。各施設から一般家庭まで電気工事のことはお任せください。 044-223-8616 暮らしを明るくする株式会社ハマデン。本物の食をあなたに、ナチュラルフーズショップ新鮮、自然農法 EM 蘇生栽培農産物、各種無添加食品、 EM 関連商品をはじめ環境生活雑貨を取り揃えています。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、EM 生活。はい、今日は野毛サムズバーよりお届けしてます。来てますね。ね、よく内海さんもこちらのサムズバーでは、ね、やらせていただいてますよ。よくライブしてますよね。はい、もうお世話になってます。ついこの間もね、キッチと、ね、本日一緒にやらせてもらったりして。ね、お世話になっております。こちらこそ、うん、今日はそのオーナーの、鈴木おさむさんと、うん、内海さんとの、おさむさんっていう名前から、うん、サムズバーって付けたんですか。そうなんですよ。だからあのバイク仲間の外人がね、もうだからおさむって言いづらいからサムサムサムになっちゃって、それからなったんですか。そうなんですね。それがもうどのぐらい前ですか。うん、もう何十年、40年。その時はここではやられて、やってない、やってないです。うん、違う。その時はもう。違うんですよ。違うところ、うん、こっちは移ってもう12年目に今入ったと。でその前は14年ぐらい、あそう、長者町の外れ、もう外れの方で。マスター自体は横浜生まれ。横浜生まれ。あそうですか。でも途中ちょっと、でも途中ちょっとあの川崎の方に島流しになって島流ししてますけどね。また、うん、バイクはやっぱり若い時から乗ってたんですか。もう14から14、まあ、犯罪ですね。まあ今は C ですよね。なるほどね。14ぐらいからね、持ってましたね。こういう店をやろうと思ってたの、なんかきっかけあったんですか。ね、もともと社会一発目出たのがコックだったんですよ。そうですか。ほんでやっぱり自分の店持ちたいというのがね、まあ、夢ですよね。そう、夢でね、なるほど。そう、それから始まった。そう、まあだから26年ぐらい前から、うん、ね、なるほど。ね、でもね、内海さんとはいつぐらいからお知り合いなんですか。だからこの店始めてから、うん、そうですね。でもその前に野毛のバーで一回会って話してるんですけど。そうですか。ええあのね、年齢も近いんですよ。そうなんです。僕より一つ下なんですけど。あ、そうなんですね。まあ、ほぼ一緒ですね。いやー、かっこよく年重ねてますね。いや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 、毛が毛があるのが羨ましい。でもまあちょんまげは同じような感じで。優しさが違うもん。いやーね、本当に優しい声ですよね。声もいいしね。そう。あ、じゃあ野毛のバーで初めて会って。そうですね、うん、それがもうでも多分15年ぐらい前じゃないですかね。そうなんですか、うん、そうですか、うん、で紹介されて一緒に飲んだんですよ。あ、そうですか。じじいだから忘れちゃうんですね。いやいやすいませんでした。そうですか、ね、その時だけですからね。そうですね、だから、うん、そうなんだよね、分かんない、意外と
一回しか会わないと忘れちゃうことが多くて、ね、うん、でもほらその時はほらキャロルのうっちゃんだから、もうこっちはもう突っ張ってましたから失礼なこと言いませんでした。全然もう、そうですか、全然紳士でしたよ、ね、その時あのうちでライブしてくださいって言ったら、は言ってないです。あ、そうなんですね。その時まだこっち映ってなかったんです。あ、そうか、そうなんですか、それがもう15年ぐらい前ですよ、ね、そうですね、だからもうこっちへ出てくる、あの前の店が立ち退きになるというもう話が出かかっていたので、店舗探しながらもう、あ、もうそうだったんです、それでここは前もこういう感じのお店だったんですか。あのね、本当はね、このビル全部が一つのなんか焼き鳥屋かなんかだった、で下はそういうだ寿司バーみたいな、あ、そう、飲食店だったんですか。飲食店だった、あのだから景気のいい時ですよ、あのバブル、バブルの時の、だからそれでそこをを今のオーナーが買い取って一つずつもう5階まで貸してるって感じです。利口なやり方です ね、 ね、ということで、じゃあちょっとここでまたあのね、おさむさんに歌っていただきたいんですけれども、あのこのタイトルバーボン人生です ね、 ね、これ A ちゃんの曲ですね、曲ですね、いい曲ですよ ね、 いい曲ですよね、俺この曲好きですよ自分そうですか。それでまああのフェイスブックの友達で、奈良の方に住んでるやつがいるんですけど、なんかねそいつがこれ大好きで、で遊びにもう2回ぐらい来てくれてるんですけどね、その時に歌ってあげたいなと思ってちょっと仕込んだ、あの今日ちょっと一緒にご一緒ですね、はい、じゃあお願いします、はい、
ですね。ね、ありがとうございます、ね。ね、やっぱりなんか歌い込んでます、いやいやいや結構。歌い込んでますね。いやこれは A ちゃんの曲 なんだけど、だけど A ちゃんの曲にの中では好きですよ。あ、そうなんです。で、うん、歌ってる人も結構多いですね。あ、そうなんです。そうなんですよね。あの俺の知り合いも名古屋の方だけど歌ってるし。あ、そうなんですか。もう定番になってますよ。で、あのお客さんの方もバーボン人生いいねっていう人割と多いです、ね、なんかね本人はどう思ってるか知らないけど、ね、伺いたいですよね。聞いてみたいです。今度じゃあ聞いてください。いやいや会えばね。矢沢さんとお酒飲むんですか。酒今は強いですね。あ、酒の最初の頃はほとんど飲まない。ビールこのぐらいもう軽く飲んでも真っ赤になってました。それが今、まあ、だんだん慣れるんでしょう。うん、強い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 ですね。でまあで音楽始めたきっかけっていうのは何か、うん、きっかけはですね、うちの兄貴がギターをやりたいと、うん、で親父に言ってだそれがね俺が小学生の、うんうんうん、もう5年か6年の時だったと思うんですよ、うんうん、ほんで買って、うんくれて、うん、もう三日坊主でこう転がってたから、うん、で俺がなんか弾き教本見ながらやったのがきっかけですかね。じゃあお兄さんの方だったんですね。そうなんですよ。でその後、うん、まあ本格的に自分のギターを買ってやりだしたのは中学生の2年ぐらいかな。あ、そうですか。もうあの
浜楽器ですよ。浜楽器、伊崎の崎の浜楽器、親父を連れてったのが間違いだったんですよ。でその前に親の友達がね、うん、2万円のモーリスを買った、うん、それが欲しかった、うん、で行ってあったの、うん、でお袋に、あ、俺これが欲しいと、だ隣に1万8000円のモーリスがあった、これとこれどこが違うんだろうから、フレットのとこのこの縁がインデーっていうか、そうインデーがあるとないと、うん、あそう、じゃあこっちにしろって親父安い方にされちゃったんですよ。でもまあ2000円の違い、2000円の違いですけどね、でもまあそれ大事に使ってましたね。あ、でもまあ思い出の、思い出のそのギターまだ持ってるんですか。いや、もうそれないんですね。もう50年も前の。そうだね。俺も最初に買ったギターはさ、七流れの3000円のやつだよ。ああ今から思うと、なんであんな弾きにくいの入れたかなと思う。もう原稿なんかこんなあったからね。あ、でもそれで修行になったんじゃないですか。修行ってのも、うん、いや初めて別のギター弾いた時に、あれなんでこんなに違うのって思ったぐらい、ね、いいやつ、いいやつ、ね、後から弾くとねびっくりするぐらい弾きやすいですよね。それはもうショックですね。その後お兄さんは弾いてないんですか。弾いてないです。あ、そうなんですか、でまた息子だ、兄貴の息子たち、3人いるんだけど、で俺がね、あの学校でギターをなんかやるとか、だからまあ買ってあげちゃったりしてね、そうたらその音楽の道に引っ張り込んじゃって、たのが俺みたいになって、あ、そう、ほんで、もう悪者ですよ、悪者、お前のせいだと、そう、で結構いい大学行ったんですよ、そう、いい大学行ったのにバンドやっちゃってね、まあ卒業はしたんだけど、まあ、あの真面目にね、あ、そうですか、あのまあ勉強もしながらバンドもやってたみたいな、みんな言った、お前の影響だみたいな。あ、でも俺の世代ってもう悪者扱いだったもんね。エレキ、ね、エレキ不良かお前はみたいなそういうイメージがあったもん、ね、もう横浜でもいくらか違ってたんじゃないですか。いやでもやっぱありましたよ。同じですよ。同じですか。同じです、うん、横浜やっぱりなんか少し進んでるかなっていう印象はあって、あ、だって、店も多かったじゃないですか。そうですね。いろんな店、ね、ゴールデンカープもあるし、ね、だからまあそういうのに憧れて俺よく見に来ましたけど、でもあの頃ほら怖いじゃないですか。怖いね。横浜のやっぱああいう店怖い。怖い。みんな怖い。そう。だって駅でもうおでこつけて怖い。そう。おでこつけてブツ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 言いながら、いつ始まるんだろうか、結局そのまま曲がれてる。そう、分からない。な、漫画の世界みたいですね。いや漫画ですよ。もう本当に漫画ですよ。若者が多かったから。そうだね。で、まあ横浜って日本で一番電車の路線がから多いところなんですよ、ね、あ、そうですよ。新宿でもないんだよ、新宿とか渋谷とかじゃないんだよ、ね、横浜なんだって。横浜駅ね、もう、俺だから横浜にモップスを見に来たことがあって、あ、ガラガラでした、ね、本当ですか。あれって思ったけど、でも演奏すごい良くて、まあ、ひろみつさん、ね、ひろみつさんでもうブルースっぽいのやってたんで、スティーブ・ミラーの曲なんかやってたんだけど、まあブルースバンドってまだ言ってる頃で、まあ俺はすごく嬉しかったけど、でも客はいなかったっすね。あ、そうすか。でも最後はあの月光仮面の歌ってまして、ね、どこの誰だか、そうそうそう、でも、そう、でもひろみさんね、いい人でしたね。いい人でしたね。道ですれ違いましたけどね。あの方も横浜の人ですか。あの人は横浜ではないんですけど、あの俺の先輩の中村祐介、はいはいはい、あの人は同じ事務所、あ、そうなんだ、でいろいろ話も聞いてるし、道ですれ違ったりして、あ、ひろみさんとか言うと、あ、どうもとか。その頃の横浜やっぱりなんていうのかな、他のものはあんまり入れないって感じだったの。あ、そうなんですよね。ね、東京もんはとんでもないみたいな、なんかね、もうと言ってましたよね。そう、ねえ、そうです、それもうね、一部だけじゃないですか、横浜の本木の方とか。いやいや、だから、あ、でも結構ね、あったよ、そういう。あ、そうですか。なんかそう、なんていうの、横浜にしかないものがあるんだみたいなところはあって、でも未だにあります。未だにあるのかもしれない。未だにある。有名な話だと、高木さん、井上高木さんが、はい、あの
ゴールデンカップかどっかに入ろうとしたら、うんうん、断られたって言ってた。そうですか。お前東京だろ、はい、ダメとか言われて、そういうところが、まあ、逆に俺たちから見ると、うん、俺は鎌倉だったけど、まだ、うん、あの憧れてた部分でもあるよね。ちょっと閉鎖的な部分に憧れたのかもしれないけどね。本当に本木村でしたから、ね、村だったね。そうだね。だそのプライドが高かったんだろう。だから電車呼ばなかったのかな、ね、そう今まで、ね、あれ呼んでればだいぶ違った、ね、だいぶね。そうですね。で次の曲に つなげたいんですけどね。ああなるほど、ね、そうそう、次の曲はあのサムさんが大好きな曲で、うん、ニール・ヤングね、オールナイトニッポン、オールナイトニッポン、パッパラッパッパラッパッパッパッ、はい、懐かしい、ねうん、あれをねもう、うん、うとうとってしてた時に、うん、で明日新譜で発売されます、うん、ニール・ヤングのハート・オブ・ゴールド、うん、つってでズッズッチャって始まった時に、うん、ビョイーかっこいいと思って、うん、それからもう寝られなくなっちゃって、うん、あれがかっこよかったもん ね、一発目はすごかったですね、インパクトが、うん、でも学校行ってきます、うんうん、言ったまんま、うん、気がついたらレコード屋の前に立ってた、うん、シャッター開くの待ってたんで、ね、そんなに早い時間かほんでガラガラと、そうだってやっぱ学校早いですからね、いやガラガラってんで、うん、もうあ、ありました、ありました、あもう買って、うん、学校なんか行かないそのまんま家帰りましたね、うん、聞いてね、聞いて、うん、もうそれから虜ですね。あ、じゃあね、それを今また改めて、ね、歌っていただきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、searching for a heart of gold.
さすがですね、やっぱりね、ずっと好きで聞き込んで惚れ込んで歌ってるだけありました。素晴らしい、素晴らしい。うもうだって何年歌ってんですかっていうことはねえ、ね、50年ぐらい。俺もだってそういう歌あるもん、うん、あ、ええ、あの50年ぐらい歌ってます。うちみさん何ですか？ゲットアウトとか、もう50、高校生の時から歌ってますからね。いい加減にしろって話です。それでも2番までしか歌ってないっていうわけなんだ。でもやっぱなんかあの高校生の頃ってね、うん、もうギターの弾き語り始めちゃうともう虜になっちゃう、虜になっちゃうしね。まあ俺の場合バンドでもやってたし、したから、うん、やっぱりほら俺友達いなかったから、友達いなかったもう一人でもうあでもずっと、うん、もう やってましたね。まあ、その辺は次にやる曲と共有してますね。そうデュラもずっと一人でしたもんね。そうですよね。だから、ね、そう、だからその一人で弾き語るっていうことに俺はハマっちゃったんだ、うん、憧れもあったんでしょ、うん、で誰かに聞かせたりとか、うん、まあちょこっと、うん、やっぱたまに発表しないと。そうだよね、そう、うん、自分でいくらね好きだと言っても、ね、やっててもね一人だけじゃね寂しい、ちょっと寂しいから、うん、どういうところで発表してたんですか？いや学校とかでもうちょこっとやったりとか、うん、学園祭みたいなのとかね、まあ、あの頃俺の世代だったら、学園祭ぐらいしかないですよ、文化祭っていうんですか。そうそう、路上でなんかやる人誰もいなかったもんね。今でこそいっぱいいるけども、だ俺たちの先輩が学生運動で弾き語ってはいたけれども、うん、新宿で選挙したぐらい、ね、集会だったから。そうだね、集会だもん ね、だから路上でやるとかいう人はいなかった、ね、あんまり見なかったよね、ね、うん、そうなんだ、部活動とかは音楽の関係だったんですかね。ああいや部活はあの帰宅部です。あ、帰宅部です、ね、もうバイク大好きだったから、バイク乗りたくて、もうその頃から、あ、そうか、高校生の時にはもう、だバイクで行ってましたもん。あ、大丈夫なんですね。ダメです、本当はダメです。そうなんですか。普通バイク座って許されませんよ。ダメです、もう今時効だから。でもね、まあ、バイクは乗るわ、歌えばかっこいいで、モテたでしょうね。いやいやいや男子校ですから。そうなんですね。男子校ですか。でも文化祭結構ね、女子校から来るの多いんじゃないですか。ああ、いましたね。そうだね、うん、女子校は男子校に行くしね。ね、それ目当てに歌ってたりとかね。まあそう、ちょっとね、知らないけど、まあね、あなたもうそうだったの。いや、何がです。あなたは女子校だったんですか。女子校です、うん、そう、あの文化祭とか男子生徒、男子校来、うん、てましたか。男子校からいっぱい来てましたよ。あ、そうですか。うん、私でも手先がなんかね、すごい結構器用だったから、うん、一生懸命なんかアクセサリーを作って売ったりとかして、そう、何も周りを見ず一生懸命作ってたから、ね、つまんなかったな。なんだなんだハプニングはなかったなかったですねそれは残念。でも他にどんなの聞いてたんですか、ニール・ヤングの。ニール・ヤング、あ、ニール・ヤングの他、はい、井上陽水とか、陽水さんとかね、うん、あと、まあ、サイモン&ガーファンクとか、そっちの、うん、やっぱアコギが好きだったね。ね、サイモン&ガーファンクがもうすごい良かったですね。ね、アコギがメインですよ。メインでね。そう、だからあの音が良かったですね。うん、サウンドオブサイレンス、ね、ね、だからなんか自分の部屋で一人で自分に酔いしれてましたけど、そうなんですよね、ギターってのはそれ自分がで自分が酔えるのよ、ね、それがいいとこかもしれない、ね、いいとこ、ね、うん、卒業見ました。じゃあ見ましたね、もうねって一緒になって、ね、うん、あの時でも中学生だな、うん、あ、そうですよ ね、中学生ぐらいですよね。だからすごいなんかね、あのアコギの音と、うん、新鮮に聞こえてね、うん、でまたね、ポール・サイモンギターうまいんだよね、ね、真似できない、真似できないよ、うん、あのグルーヴ感もすごかったし、ね、ですね、で、あれは、うん、サウンド・オブ・サイレンスは後からドラムとかベースを足したみたいですね。そうなんですって ね、だから最初はアコースティックだけの曲だった。あ、そうなんですか。俺のアルバム、うん、あれも後からほら、うん、うっちゃんお願いとか言って音を入れてもらってるんじゃないですか。あ、はいはい、同じ作り方なんですよ俺最初あれ一人でずかちゃんが一発で入れちゃったやつをやって、そうだっけ、
ったらずっと聞いてたらやっぱりさすがに12曲は飽きるだからやっぱり音入れてもらおうって言ってで、うっちゃんにも音入れていただいてるんですよ、後から、もうサイモンとガーファンクのあのサウンドオブサイレンスのアルバムと同じ作り方です、素晴らしいですね素晴らしい、それに気づくあたり ね、 ね、そう次に歌っていただく曲もなんですけれども、ボブ・ディランは、やっぱりね当時のやっぱり世界を変えましたよ、音楽の世界を、だから詩の世界、もちろん詩の世界が一番強いけども、やっぱりストーンズとかビートルズにも影響を与えたぐらいの人ですよね。そうですね、だから、あの有名な話だと、あの俺はサティスファクションは簡単に書けるけど、ミック・ジャガーにね、お前は俺のウォッチタワーは書けねえだろって言い切ったらしいですよ、したら、ミック・ジャガーもそうかもしれないとかいうような感じになったみたいで、それから考えてみると、ビートルズにしても、ストーンズにしても歌詞の内容がコロッと変わってきた、それまでは単にこう I love you、あなた、まあまあいわゆる女の子に対しての歌とか、切ない思いを歌ってただけなのに、あの社会性をだんだん持ってきたというか、メッセージ性がやっぱり変わってきましたね、その辺がやっぱり、このそういう意味でも、やっぱ影響力は強かったんでしょうね、でこの今これから歌ってくださる、あのボブ・ディランの I shall be released は、ザ・バンドもカバーしてる、してますね、してますね、でなんかあれなんですよね、今日歌ってくださるの日本語でカバー、さあいいですね、ディランセカンドという、バンドがあってですね、大塚正治さん、西岡京三さんと、でそこの日本語バージョンの、でもこれもいろんな人がカバーしてやってますよね、そうですね、だもうね、A メロ B メロ同じコードってすごい、すごいよね、ビッコロもね、循環コード、曲の作り方言ったらボブ・ディランってやっぱすごいなと思いますね、あのなんだっけ、あのカントリーの有名な人とやってるレニー・デイカ、レリリレイリって、あのコード進行なんかとんでもないですよ普通じゃ考えられないようなコード進行だけど、でもそれをちゃんとこ う, うまくまとめるっていうか、曲に成り立っちゃうし、まあでもこういう曲、アイシャレビリリースのような曲っていうのは意外と古くからあるパターンではあるけども、あのボブ・ディランはやっぱあのウディ・ガスリーに憧れた、ウディ・ガスリー、だからあのそういう影響はすごく強いと思う、吟遊詩人ですよね、吟遊詩人だから詩にあの重きを置いたんでしょうね、まあノーベル賞、ノーベル賞取っちゃう、ああそうですよね、でもニューヨークで俺ん家に行ってくれって言ったら知らないって言われたら降りちゃったらしいですけどねでどっかのアメリカの街でライブがあって、外歩いてたら、ディランさんが職室にあった、職室で、職室で、俺はボブ・ディランだって言ったら、そのおまわりさん若い人で、知らないって、お前なんか知らないって言って連れてかれちゃったんだ、あそう、あそういうあれがあったのかな、伏線が、ね、あるかもしれない、で出てきて、この人はボブ・ディランだから、ね、これからライブなんだから、どうぞすいませんでしたって言われて出たんだけど、会場でアメリカも死んだってすごい怒っちゃった、俺のことを知らない国民が出てきた、それちょっと逆に応募って思わないのかなでもなんかさすがっすよね、さすがだね、じゃあここでね、サムさんが歌う日本語でのカバーで、はい、じゃあ紹介してください、 I shall be released、はい、Come on.
サムさんといえばハーレーなんですよ、イメージとして、うんうんうん、はい、バイクはでも長いですもんね、まあまあ、長いですね、ハーレーというか、うん、チームは組んだりしてたんですか、ハーレーの、うん、ありました、ありました、ありました、でもね、みんなもう結婚して子供ができるとやめちゃうんですかね、やめちゃう人も多いし、やっぱね、うん、どんどんやっぱりどんどん大人になって、大人もう家庭が大事になってくるから、たまにあの結構年配の方のチームなんか、ああもう交通法規守りまくるですもん。そう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 。いいことじゃないですか。いや当然なんだけど、だけど、うん、やっぱり暴走しませんよ。暴走しませんね。うん、まあ若い時でしょうね。若い時は、ね、その頃はね、もう若者多かったからもう。うん、イワシの群れのようにイワシの群れブインブイン街中走ってましたからね。もうだいぶ前ですけど、鎌倉にね実家がある時帰ったんですけど、もうその通りをずっと長いから全然渡れなくて、ね、どうしよう、だんだん腹立ってきましたもんね。それ暴走族って、暴走族が連なってるわけよ、それでさっと行きゃいいものをこう蛇行しながらさ、でお巡りさんもいるんだけど、もうただ見てるしかないんですね、そう、あんだけの多勢に無勢だから、すごかったですよね、あのね昭和の暴走族はね、特にあの辺はね柄悪かったんでえ、サムさんは入ってたんですか。いやいやいや、友達はいましたけどね、そういう、もう私はもうバイクが好きだから、そうそうそう、だからバイクが好きで集まってる人たちと、そうじゃなくてただ塗装を組みたい、そう、塗装を組みたいっていう人たちいっぱいいて、そう、自分でこう分解して組み立てたりとか、あ、もうやりました、やりました、そうですか、もう1台作っちゃったりとか、あ、本当にもうもらってきて、直して、うん、そういうのはあの自分のものになるんですか。あ、だから買ってね、ちゃんとで登録をしな、そう、あ、そう、1台作ったら別のものになるもんね。いや、だからレストアですね。え、レストアってだから元に戻すんです、あ、元に戻すんですか、元に戻すんです、じゃあ喜ばれることですよね。で、うん、乗ってましたよ。あ、そうですか。うん、だからあんまでっかいのはもうやっぱ無理だから、あのトライアルって。トライアル。うん、だからみんなね結構ね速いバイク、それからオフロード用バイクとかね、あとスーパーカブとかね、みんな結構何台も持ってるんですよ。あれもうやっぱり TPO があって。もう TPO があるんですよ。サムさんの最初のお店はもうその何ですか、ハーレーチームのために作ったっていう。ああ、そうですね、ハーレーチーム、そう、ハーレーもう外に置いてあって、仲間が集まる、もう仲間が集まるように、だからちょっとアメリカンな感じのステーキメインみたいな感じでやってたんですね。で、なんかお仲間にすごい方もいらした。あ、まあ、大崎のキヨちゃん、ね、キヨちゃんもバイク大好きで、あ、そうですか、そうなんです、あの人もそんな感じだもんね、そう、よく見るとね、だからね、あの、ハーレー、まあ、うん、まあ多少金あるから、うん、あ、そうかそうか、あの、ハーレーオリジナルつくんですよ、古いバイクで、あ、そうなの、ほんでね、出来上がってね、店に来て、できたよ、できたよ、つって、うん、バーンってエンジンかけてポポポポポつって、うん、もういい音だねーとか言って、でじゃあねーとか言ったら、その1週間後に事故っちゃって、親が足を折っちゃって、あらあら、入院して、その間もあの人ね、でも結構いろんな趣味持ってて、だからすぐあの松葉杖は嫌だからって、銀で、あの杖入院中に作って、ハーレーの杖かっこいい、で出てましたよテレビに、あ、そう、まあ、車椅子だけど、ここにその自分で作った杖刺して、そのバイク自体は無事だったんですか。ダメでしたね、ダメでしたぐちゃいったみたいですね。でもよく足切らせるぐらいで、ね、そうそう、助かりましたよ ねやっぱ運があったんだよ、あの人は。ね、なんか大きい怪我したことあります、サムさんは。大きい怪我ないんですよ、それ、それは素晴らしい。救急車は何度かあるんですけど、乗ったってことですか。乗った、乗った。あ、じゃあ怪我はある。いやでも怪我なくて、死んだふりしたら救急車来ちゃった来ちゃった誰かが電話かけちゃって、あ、そっか、でもよかった。まあ一応周りは聞いてますもんね。
乗ってくださいって言われるから、あ、そう、乗って乗っちゃいましたか、乗っちゃいましたけどレントゲン撮ってください、異常なし、俺が悪くなかったんで、うん、あ、だからなんともないですね、あ、そう、でもちょっと痛い、そんなもんですそういうそんなもんです、打撲です、打撲です、悪かったね、じゃなきゃここにいらっしゃらないからね、そうですよね、うん、でもまあすごい事故はうん、ありますけどね、首都高で、うん、ハーレーで、ええ、ダンプに巻き込まれた、あら、うん、それで無事だったって、無事だったの、よかった、ラッキーって言えばラッキー、ハーレーで、うん、ぺったんこのハーレー乗ってたんで、うん、ダーッと走ったら、うん、ダンプ寄ってきた、抜くときにタイヤこんなでかいじゃないですか、うんうん、ゴワーって、あ、そう、で真上まで飛んで、うん、あ、そう、俺の足を見てハンドル切って戻してくれる、嘘、でもこっちへ落ちてたらさよならだったけど、こっちへ戻ったの、あ、よかった、ほんでハーレーのシートこんなあのぺったんこなんですよ、尾底骨ビーンっつってボーンと戻って、でもクラッチ飛んでなくなっちゃってて、あ、そう、もうトップのまんま、あの時怖いね、80キロぐらいで巻き込まれたけど、そう、ハーレーで80キロ結構なスピードですよね、そうですね、でも生きてるんですよ。その頃ヘルメットは、いやいや、もうもちろんそれはもう被ってる。よかった。ノーヘルの時代はもうだいぶ前ですから。もうだいぶ前。その回から乗ってらっしゃる。乗ってるけど。乗ってるけど。だからすごいですよ。西湘バイパスなんかもう、うん、ノーヘルでいい時代。怖いですね。もうギャーンとか走ると、うんうん、もう帰ってくると髪の毛がもうガッキンガッキンに、あの塩とかで固まっちゃって、ほんでもう。もう 目のとこも真っ黒になってるし、排気ガスとかね、排気ガスとかね、すごいですよ、それはね、ちょっと汚いって言ったら、いやでもそれは大変だね、4代目ですか、ハーレーは4代目ですね、今のもね、今持ってますけどね、乗らないんですか、今はもう磨くだけでいい、あれ重いですもんね、重いんすよ、名前ついてるんですか、ハーレーに、いや名前はつけてないけど、やっぱり愛車に名前をつける方とかいるじゃないですか、ね、いや俺でもつけたことないですね、あ、そうですか、まあつける人もいるだろうけどね、うん、つけたことはないですね、エミでもつけときますか、じゃあ俺のエミがよ、暴れ馬でさ何言ってるんですか、ね、そう、もう一つね、あの、うん、サムさんといえばUFO なんですよ、まあ、UFO、 UFO、 これをちょっと聞いとかなきゃ、いや本当ですか、はい、サムさん自体は見たことあるんですか、うん、あります、あ、そうですか、すごいの見てるんですよ、 すごいの、あなたも見たって言ってた、うん、見たことありますよ、 あ本当ですか、うん、だからね、あれはね、うん、若い時、中学生、中学生の時、中学の、うん、多分3年、うん、3年か2年かどっちだかね、うん、ちょっとあやむやな、うんうん、8月の31日なんですよ、明日から学校が始まるので、始まるので、ええ、明日から学校かってこう支度してたら、うん、上履きを捨てちゃってたんですよ俺、もう汚れてたんで、たから、もう明日から夏休みだっつって、うん、あ、こんなもんいらねえポンって捨ててきちゃってた、うんうんうん、それに気がついて、うん、で自分はあの富岡っていうとこなんですけど、うんうん、杉田の町まで、うん、それを買いに行かなきゃいけない、うん、で6時ちょっとに気がついて、うんうん、あ、上買いに行かなきゃ、しまったら大変だ、明日履くもんねえやと思って、うん、あ、そっか、山降りてた時に、うん、母船と、うん、あと後ろにちっちゃいのが、ちっちゃいのが編隊を組んで、結構低いところを流れるようにヒューッと、それがもうバーニングですよ、もう発光バーそれはでもサムさんだけじゃなくて、で何人か見たんですか、ね、次の朝、うん、だからしばらく見れたんですよ、うん、うわすごいと思って、それで学校行って朝礼始まるじゃないですか、うんうんうん、朝礼で前のやつに、うん、俺昨日 UFO 見ちゃったよって言ったら、うんうんうん、あの横にいた女の子が、うん、それ新聞朝載ってたわよ、うん、とか言って、ほんで帰って見たら、うん、関東上空火の玉数個流れる、それで消滅地点まで書いてあった、うん、あ、そう、あの千葉沖数十キロで消滅したって、うんうん、それでたくさんの人が目撃したので、うん、
なんか気象庁かなんかに電話が殺到したんですって。あれは何だと、うん、ほんであの頃ってまだなんだっけ、 UFO？ UFO じゃなくて、うん、あ人工衛星、人工衛星少なくて、うん、日本上空を飛ぶ辞表みたいなのがちゃんとあるんだって、うん、そこまで書いてあって、あその時間帯に関東の上を通過している、うん、そういう人工衛星はないので、これは未確認飛行物体であるってちゃんとまとめてあった、うんうん、隕石ってこともまあね。それでそれちゃんと出てたんですよ、うん、関東上空火の玉数個流れる。ってやっぱりどういう形ですか。葉巻型、やっぱ葉巻型でもね、バーッと発光してるから円盤を横から見てるのか丸なのかよくわかんない。でも中に向かってドス黒くなってるんですよ、うんうん、でバーッこうしてね。あ、そうですか。びっくり。それから人生変わっちゃった。それを見てから変わっちゃったんですね。それは八尾井さんも確認してるんですかね。八尾井さんは違うか。違うね。八尾井さんは八尾井さんで、まあ今すごいですけどね。見てるんでしょうけどね。ねえ。そう。でもあれ人生変わっちゃいましたよ。変わっちゃいましたか。うん。だそれから随分なんか空ばっかり見るようになって、また見たいんで。うん。だからね、いっぱい見る。あ、そう、うん、あ、見ます見ましたね、ま、最近見てないけど、ね、もう一個人生変えたのイージーライダーですよ。イージーライダーですね、うん、映画ですか。ちょっとバイクから UFO 行ってまたバイクに戻りましたけど、自分が中学生の時ですね、うんうん、もうテレビでコマーシャルしたんですよ、うん、それもすごい抽象的な、ただ、うんうん、チョッパーで2台で走ってく姿だけの、うんうん、でなんだったら今度イージーライダーって映画がある、うん、ハレーだ、もう見に行ったんですよ。もうロード商工会一発目の日に見に行ったんですよ、ね、僕も見ましたよ。ねえ、ね、で最初ほらちょっとなんかもったりもったりして、そうだ、ね、だからあんまり意味はよく分かんない、ね、ないね、うん、でももう最初のだから納屋から出てきて、そうそうそう、エンジンかけて時計捨てて走り出して、うんうん、でビュンダーンつってダーンつって始まるじゃん。もうあの時もう失神でボンティビもうボンティビーワイルドでかっこよすぎて失神、うん、そうだよね、もういやあれはみんな憧れた、まあ、ね、あれが原点かもしれないです ね、いわゆるバイクに憧れるっていうか、うん、まあ暴走族とは言わないけども、うん、だピーター・フォンダーはその前にも、まあ、ハレーの映画本当は作ってるんですよ、うん、あ、そうなんですか、うん、すごいマニアックであんま受けなかった、ね、ピーター・フォンダーってヘンリー・フォンダーの息子でジェン・フォンダーがお姉ちゃん、お姉さんね、そう役者一家、役者一家、ね、ピーター・フォンダーは最近もう、まあ、もう亡くなってはいないですよね。まだ生きてるんですか。まだね、生きてるんでしょう、ね、でもあんまり役者としてはもう、ね、聞かないですね。もういい年ですからね。まあ確かにね、ヘンリー・フォンダーはいい女だったけどね。ですね、ね、ということでね、ここでもうちょっと最後の曲になりましたけれども、はい、はい、ちょっと説明していただけますか、うん、この、はいはい、このザ・ウェイト、どういう場面で出てきたんでしたっけね、うん、ヒッピーの村に行くとき、そうだ、そうですね、ヒッピーの村に行くときに、そうヒッチハイクしてるヒッピーがいて、それ乗っけてヒッピーの村に行くときこれがかかる、そうですね、うん、でこれは今日また、日本語で、日本語でやります、うん、これはですね、うん、まあ自分の、うん、まあ、知り合いのエディバンの奥さんが、うんうん、訳して、訳してじゃなくて、うん、この曲好きなんだけど、うんうん、何を歌ってるのか分かんないから、うんうん、中村祐介という私の、うんうん、恩人、うんうん、まあ、兄貴分の人に、うんうん、日本語で歌えないの、うん、って言われて、ユウスケさんが頑張って日本語に、うん、訳したんですか。訳した、ほうほう、ね、うん、それは素晴らしい、ね、じゃあそれをよろしくお願いします、はい、thank you.
どり着いた時にトイレ半分閉めていた。ただ眠りたいベッドが必要。Hey Mr. あんたどっかいい場所知らねえかい。親父にやりとシェイクマイヘッド、そんなものはねえよと来たもんだ。重り下ろせ兄弟、ちょうどはフリーダム。重り下ろせ兄弟、変ねえ、そんなもんはどこにもねえさ。歩いてた。 Say hey the sister、 俺と一緒に行かねえかい。あいにく猫の人だったらあんたに付き合うわと来た。共によろせ sister、 ショウノはフリー。共によろせ sister、 変ねえ、おいらが担いでやるさ。いい話も聞けましたけどね、うん、まあ
もうここも十数年なっちまなりましたね。私も結構お世話になってますけど、そうですよね、うん、いやサムズバーといったらサムズアップと匹敵するぐらいですよく間違えて来ちゃったり来ちゃったりしますそうなんですか、そうなんですか、うん、だからまあ、うんまあ、うまくやってますけど、うん、これ毎日ライブですか、毎日ライブ、毎日ライブ、毎日です、ね、毎日ってのは、ね、ライブがない時がもう休み、うん、休みですか、あそうなんですね、そうなん、徹底してます ね、 ねここはあれですよね、あのおすすめフードというか、あ、うん、国産、まあ、そうだね、うん、前のお店の時は、うん、あのまあステーキメインで、ね、でやっぱ調理器具もしっかりしたんですよ、道具も、ね、こっち、うん、やっぱり地下なので、 あれをまんまやったら、オーブンとかやったら、死んでしまうので、酸欠で、酸欠で、だからこっちはねちょっとこじんまりになったので、うん、まあでもよくこういうライブハウスでこんだけのも出すとこはないよとは言われてますよ、いろいろ、いやパスタとか私もいろいろたまにつまませていただいてますから、美味しいですよ、音楽聴きながらね、美味しいものを食べて、いっぱい飲んで、食事目当てで来られる方もいらっしゃいます、うん、いらっしゃいます、それは嬉しいです、嬉しいですね、うん、そうだよね、 ねたまにサムさんの音も聞けて、まあ、歌も聞けるし、うん、UFO の話もできるし、うん、まあいろんな意味だよね、ね、これからも続いていっていただきたい、はい、もう頑張ります、うんまあでもなんかもうね、もうこの店も前の店も自分の楽しみで始めた店だから、自分が楽しくなきゃね、そうですよね、うん、まあそれが大事かもしれない、ね、楽しさって伝わってきますからね、そうそうそう、うん、あなんかすごい楽しかった、うん、ね、うん、どうもありがとうございました、ありがとうございました、長い時間お付き合いいただきありがとうございました、繋がるように